合わせた。え、大丈夫だよね。多分大丈夫だったはず。怖っ。よいしょ。お、旗ありがとうございます。いつもと角度が違う。あ、こういう問題。いや、ひょっとしてこういう問題じゃないかもしれない。どういう問題だろう。え、珍しい角度。え、なんだろう。ギフト投げるとエフェクトかかる。ギフト投げるとエフェクトかかるようになった。ギフト投げるとエフェクトがかかる。エフェクトがかかる。エフェクトかかってる。待って、ごめんなさい、何も理解してないです。ちょっと待って、ちょっと待って、あのね、目にゴミが入った。ん、異常なし。瞳にリングが、今日はいい感じ。どう、使いこなせてます。私かわいい、ありがとうございます。エフェクトかかった。エフェクトかかった。どんな感じ。あ、おい、すごい、エフェクトかかった。ハートありがとうございます。え、素敵な、素敵。なるほど、ありがとうございます。あ、ハートありがとうございます。みたいなブレスレット、これ、え、待って、あ、ゆめさん、あれだ、数珠置いてきちゃった。あ、可愛い、ありがとうございます。これただのヘアゴムとさ、いつも数珠をつけてるんですけど忘れてきちゃった。あ、かっこいい、ありがとうございます。かっこいいなんとったっけ。え、これかっこいいと見せかけてかつこいいとかだった気がする。だってかつこいいとかだったりする。かっこいいか。あ、かわいい、ありがとうございます。カツコです、どうも、カツコです。待って、今日はですね、私ね、あのね、ちょっとここら辺見たらね、わかると思うんですけど、汗かいてるんだよね。ですよね。あ、モテ王ありがとうございます。これもひょっとしてモテ玉とかだったりする。実は知らないだけでモテ玉とかさ、めっちゃちっちゃくチョンついてるみたいな。将棋かな。曽我部五段、違います。あ、モテをありがとうございます。あ、モテをありがとうございます。モテ玉かもしれないけど、モナ王かもしれない。確かに。ちょっと待って、このさ、またね、この間もさ、あのね、ギフトがね、見れないんですよね。これなんかね、白くなっちゃってるの。ギフトがわからない。縦にすればさ、治るとかそういうことでもなかった。あ、ごめんなさい、なんだかわからないけど、ありがとうございます。髪の毛、今日は超ゆる巻き。でもね、汗かいたら落ちちゃったかもしれない。あ、音波ありがとうございます。音波だったかな、なんかね。あ、ハートだ、ありがとうございます。なんか白くなっちゃって見れなかった。イヤリングが両耳についてる。両耳についてるよ、もちろん。もちろんね、両耳についてるんだけど、ちょっと待ってね。そう、両耳についてる。ほら、両耳についてる。あ、かわいい、ありがとうございます。あ、かつこいい、ありがとうございます。曽我部かつこと申します。あ、聞いて、夢のね、あのね、23のね、推しメンね、勝村麻也さんっていうの。私これ勝子いいって思うかな、これ。
はじめまして、ありがとうございます。坂部でございます。あのね、今日は2曲、これ3曲、これ2曲解禁されたじゃないですか。あの研究生の曲の公開ばっかりと、ちっちゃいもんクラブの曲の嫌いなのかもしれないと。おめでとうございます。皆さんいかがでしたか。あれ、今こっちも撮ってた、勝村って言いましたよね、私。ちょっと待って、大丈夫かなと。皆さんいかがでしたでしょうか。今さ、嫌いなのかもしれないをどうしても覚えられなくてさ、好きなのかもしれないって言ったり、嫌いかもしれないとか言っちゃったり、どうしてもね、覚えられないんですよね。ちょっともう18歳なんですけど、ちょっと記憶力の低下が著しいですね。誰もありがとうございます。そう、後悔ばっかり。どっから声出た。後悔ばっかりもの、初めてね、完成版というかメンバーの歌声が入ったものを初めて聞きまして、今まで仮歌って言って何でしょう、仮歌っていう、何でしょう、仮歌っていうものがありまして、何でしょう、なんかその歌う前、ん、私たちが歌う前にその歌ってなんて言うんですか、あるんですよ、仮歌が。これまして、これもしかしてさ、頑張って説明するまでもないかな、ちょっと皆さん、当然知ってるに決まってるじゃないかみたいな感じだったら申し訳ない。でもそんな感じ、そう、なんかデモ音源みたいなのがね、そう、お手本、ありがとうございます、そうがありまして、今までそれしか聞いてなくって、そのこのおじさん、ちょっと待って、確かにそうなんですけど、ごめんなさい、待って、このおじさん、ちょっと待って、確かに的確。申し訳ない、仮歌歌ってらっしゃる方に申し訳ないんですけど、まあ、確かに顧問のおじさんだわ。そう届くんですよ、送ってくださるんですけど、それを聞いて歌じゃない、覚えてレコーディングするんですけど、顧問のおじさん、ちょっと面白すぎる。今までその仮歌しか聞いたことがなかったから。だって面白い。あ、かわいい、ありがとうございます。そう仮歌しか聞いたことがなかったから、ちょっと待って、面白すぎる。そう、仮歌しか聞いたことがなかったから、初めてその完成版のメンバーの歌声が入って、ちょっと待って、こんなおじさん私ですか、やばいよ。嘘、おっしゃい、ちょ、面白い、まあ、全然、そう、初めて完成版を聞いたのがその先日のラジオだったんですけど、皆さんと同じタイミングでね、皆さんと同じタイミングで私も聞けたんですけど、なんかさ、そうだからさ、仮歌はそう、さっきおっしゃったように、まあ男性がね、歌ってくださってるんですよ、歌ってくださってたんですよ。だから女の子バージョンっていうのは初めて聞いたから、いや、その他に何もないんだけど。その他に、ちょっと待って、面白い、そう、だから、すごいさ、逆に変な感じがして、今まで、シャーベットピンクは、なんて言うんですか、音源があったんですよ。なんでだか忘れちゃったけど、音源がありまして、そのシャーベットピンクの、普通の完成版と仮歌をね、私はね、交互に聞いてたから、待って、面白い、ね、待って、高おじさんの CD アルバム忘れてない、面白い、待って、面白すぎるからやめて、ちょっと、待って、面白い、待って、そう。そう、なんか逆に違和感というか、逆に違和感というか、なんか不思議な感じがして、あ、これが私たちの曲になるんだなというか、
ね、みんないい話してるんだからさ笑わせないで、まあ、いい話かどうかわからないけど、まあ、そう、彼が私たちの曲になるんだなと思うとすごく、なんだろう、不思議な感慨深い気持ちになりました。待って待って、もうさ、みんなさ、今が今いい話しようと思ってるのにさ、タイプおじさんとかやらないんだよ。どうする、タイプ通常版、タイプおじちゃん版とかさ、コーンおじさんのファン多いの、ちょっと夢もフルネーム知らないのにさ、仮歌の方の、あ、だるまありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。あ、今初めて見たわこれ、かわいいがシュババババババってきた、面白かった。今そうなんですよ。で、なんか最初、なんだろうな、男性が歌ってると、まあ普通にさ、何ですかね、何ですかね、だって何ですかね、そのシンガーソングライターさんの歌みたいな、なんだろう、イメージ、最初の印象がそんな感じだったんですけど、あ、誰もありがとうございます。またこうやって研究生が歌うとまた違った雰囲気なんだなと思って、いや、そのさ、タイプおじさん版がさ、ちょっと皆さんにお届けできないのが悲しいんですけど、なんか今回はですね、なんかアイドルっていうか、普通の曲としても珍しい感じで、なんか曲なんですかね、セリフが所々に入っていたり、あのね、とにかくね、難しくてですね、あの今までレコーディングした曲の中で一番難しくて、全然覚えられなかったです。本当にね、もうあのね、ずっと行きのなんていうんですかね、行く道、何なんていうの、レコーディングに向かう時にもうずっと聞き込んでたんですけど、もう全然覚えられなくって、みんなも同じ感じでしたね。全然だから、わからないけど、カラオケにもしもカラオケに入ったら、きっと皆さんも大変なんじゃないかなみたいな。そうなの、ハイレベルなの。みんな頑張って覚えてください。ぜひもし劇場公演で歌う機会があったら、みんなで一緒にラララン、ラララララララみたいな大合唱できるように、コーンおじさんに任せてきちゃう。皆さん、あの、おじさんってのはちょっと申し訳ないんですけど、コーンお兄さんということで、皆さんぜひ頑張ってください。ありがとうございます。あ、分かったよ、私なんかエフェクトみたいで言ってるの、これでしょ、ちょっと同じ画面か分からないけど。あ、しろみちゃん、ありがとうございます。くま、ちょっとくま、これはシナモン。あ、めっちゃ光飛びしてる。はい。ハートありがとうございます。それ、あのですね、皆さん、私はね、気づいてしまった。いや、まあそうなんですけど、あと2日で、なんとあと2日でリリース日ということに、ちょっと。ちょっと地方になってしまった。気がついたらあと2日後に迫っておりました。なんと、あーさ、そう、なんとっていうあるじゃない、公園でさ、あのね、公園にいらしたことがある方はわかると思うんですけど、なんとみたいな掛け声コール合いの手をさ入れてくださる方たまにいるじゃないですか。私あれ好きなんですよっていう、なんでもない話。最近全然聞かないから寂しいなみたいな。 CD 返品できますか、なんでそんな悲しいこと言うんですか。ちょっと
ちゃんと受け取って100枚ぐらいサイン書きましたよ。私は書きました、サイン。ぜひ楽しみにしててください。まあ、いつ届くかはわからないんですけど、ぜひ楽しみにしててください。私はペン、あのね、本当にね、久しぶりにねペンを握ったからさ、ペンダコがねできそうだった。ここら辺にペンダコって懐かしいですよね。テスト前によくできるやつこんなこと言ったらあれだね、テスト前詰め込み型なのがバレてしまう。あ、タコありがとうございます。タコありがとうございます。あ、なんでタコなんだと思った、ペンダコだからか。タコありがとうございます。サイン夏のうちに届くかな。え、どうします、冬になってさ、君らしいシャーベットピンクとか言いながらさ、めっちゃ寒い時期にさ、コート着ながらさ、あ、今シャーベットピンク届いたみたいな。もうシャーベットブルーじゃない、意味わかんないけどたたありがとうございます。たくさん飛んでるわ、ありがとう。みんなさ、何、あの、そんなにさ、仮歌の方好き？本当に面白かった。冬なら屋外にそこら中のシャーベット、確かに。もうシャーベットホワイトか、ごめんなさい。シャーベットスノーホワイト。あとね、何をさお話ししようと思ったんだろう。私はこんなところだったっけ。いや、でもさ、最近ね研究生の間というか、まあ、私の中ですごく流行ってることが、あ、ポスター、ありがとうございます。そうだ、あ、なんだっけ、ラブラのポスター買おう。え、そうなんですか、ちょっと見に行かないと。あ、それで、あ、そう、私の中でね、これはくだらない話なんですけど、私の中で流行ってることがありまして、まあ研究生も巻き込んでやってるんですけど、とにかくいろんな曲を仮歌の方の声で歌うみたいなめっちゃ夢の中で流行ってるの。ちょっと待って、目の中にね、とうとうこれ次こそまつげが入った気がする。ちょっと待って、異常なし。あのね、なんだろう、でもね、もうね AKB グループならもうね、今全部の歌をその仮歌の方の声で歌えるの、私は待って、バカにして、違うの、あのね、違うんです。でもね、ちょっと面白い、あの、自分でやっててでも全部聴いてほしい。仮歌バージョンもぜひ聴いてほしいけど、聞けないことがやってみて、何がいいかな、何の曲にしよう。なんてね、待って、何にしよう、全然出てこない。大人になる前に、僕が僕じゃなくなるよみたいな感じ。これでさ、だいぶ雰囲気伝わったんじゃない。だって伝わったんじゃない、これ。今結構さいじってないけど、仮歌を聞いたことがある方は多分共感してくださると思う。微妙似てる
結構あのね、本当にこんな感じのメンバーバージョンだったらさ、僕が僕じゃなくなるよみたいな感じじゃないですか。あの仮歌の方は僕が僕じゃなくなるよみたいな、こういう感じぜひ聴いていただきたいですね。やたらまさん、あのね、めちゃめちゃうまいの超うまいの。あの、なんでそんなに高音が出るんですかってお聞きしたいぐらい、夢の方が声低い、絶対ちょっと怖いのでここら辺でやめておきます。それで、あの NCT48 物語のポスターですね。急に話をそらすんですけれども、あの待って、喉がやられそう。なんだっけ、新潟駅のバス停、待って、くしゃみが出そう。ゆめさん待って、本当にごめん。ゆめさんめっちゃね、おじさんくしゃみなの、おじさんくしゃみなの。あのね、待って待って待って、これは出したらいけないやつ。ちょっと待って、オッケー、うんうん、あ、そう、それね、高速、高速バスの、高速バスのバス停で、あの、なんだっけ、 NCT48 物語のポスターが掲載されているので、ま、なんと今1位から5位のメンバーだけだと思ったんですけど、なんと全メンバーのポスターも1枚貼っていただいてる、あ、ごめんなさい、貼っていただいてるみたいなので、私も、ま、人がいない時間を狙って、人がいない時間というか、あまりね、このご時世ね、人のいない時間を狙って見に行きたいなと思っているんですけど、ぜひ皆さんも人のいない時間帯を狙って見に行ってください。あの8月10日までですよね、確か8月10日までなので、早朝4時に頑張ります早朝4時に、みんなで早朝4時に行ったらちょっと逆に大混雑だけどね、ぜひ。でもなかなかね、なかなか県をまたいでとかちょっとあれだと思うので、まあ見に行けるよっていう方はぜひ。あほちゃんの誕生日まで、そうだ、夢さ毎年というか、まあ毎年というか、まあ、2年なんですけど、2年連続でね、誰だっけな、最初に言い出したの誰だったか忘れちゃったけど、あほがね、自分の誕生日をハートの日っていうの、8月10日だから。でも今はあのね、ハートの日を認めないの、認めたくなくて、ハートの日って呼んでるのハートの日だねみたいな言うと、ハートの日だもんって言われる。かわいいでしょ、うちの娘。ダメだよ、みんなは設定じっちゃ、夢だけの特権だから夢だけのハートの日だから野獣の日言ってみようかな、ハートの日だもんって言われちゃう。バスで、いや、もう大丈夫、もう夢終わったかな、いうことは、うん、見て、そう、今日はねこれをね着てるの。これさ、確かね、夢ね、2期生のねオーディションのねショールーム審査で着てたんですよね。2年ぶりに着た、オーバーオール、なんかねこういうの、なんだろう、ワンピース見て、待って、今聞こえた、ボキって言った、あ、かわいい、ありがとうございますよいしょよいしょ、あ、そうだ、あれだ、ありがとうございます、公式ツイッター聞こえてるね、ごめんなさい、ボキって言った、あの公式ツイッターの方で、あの1日に 3,4 本ぐらいかな、あの個人の動画が上がってるんですね。あの、その MV を撮った日に、そのなんかメンバーね、メンバー本当にそれぞれ本当にね、いろんな新潟、うんうんうん、あーおーおー、オッケー、あ、新潟市内で、新潟県内でいろんな場所でね撮らせていただいたんですけど、もう それぞれそこのねところでね撮った、なんですかね、告知の動画をね、あるんですけど、告知の動画を撮ったんですけれど、
噛んでた？ヘブスシングルっていうのは危なかった、よかった。嘘でしょ。可愛い、ありがとうございます。後ろの騒音が入ってた？嘘でしょ。私ちょっと恥ずかしくて本当に音量1でしか聞いてないんですけど、嘘でしょ。嘘、フィフスシングル嘘でしょ。今5枚目シングルって言えばよかったね。まあそうなんですけど、それがね、今日私の動画も上げていただいたので、そう、ビッグスワンの目の前で撮りました。もうね、ちびっこわんぱくキッズとね、おじいちゃんおばあちゃんのね憩いの場で、ちょっと私は恥ずかしかったわ。あのね、でもね、最近苦手な言葉を発見しまして、いただいてみたいな、たとだをね連続で言えないの。いただいてあげるわ、ごめん言えたわ。あ、違うの、本当はね、本当は言えないの、いつも。ちょっとごめん、今言えちゃったんですけど、ちょっと今言えたのはだいぶ話題的にアウトだと思うんですけど、いただき、あ、言えるね、ごめんなさい、違うんです。あのね、いつもは言えないの。なんかさ、最近はさ、こう家でさ自分で動画を撮って送るみたいな機会が多いんですけど、まあ、リモートワークみたいな、その時にさ、なんとかさせていただいて、させていただいてが言えないの。させていただいて、多分ね、他行が今苦手なんです。立ちつてとあげるわ。させていただいて、させていただけて、させていただけてが言えない、言えるんだけど、違うの、本当はね言えないんです。今は言えちゃう、ごめん。温かかったって言えなそう。温かかった、確かに言えちゃった。言えちゃった。肩たたき券、あ、言えちゃった。作業かな、させていただけて、させていただいて、させていただけて、言えないんです、いつもは。もう今ちょっとなぜか今は言えるんですけど、そう、あの、まあ、そういうところも注目していただいて、あるかわからないけど。左折中、左折中、あ、うん、言えるか。左折中、今日は調子いい、ごめん、今日もめっちゃ調子いいわ。滑舌が言えないんだけどね。やばい、早口言葉大会になってしまう。やばい、火星探査車、ん、火星探査車ってのこれ。うま、ありがとうございます。夢がさ、もし佐々木さんだったら、夢さ、一生佐々木って言えないね。佐々木夢だったらさ、もう佐々木夢です。佐々木夢です、え、どなたですかみたいな。今日も漏れてる、どうです。でも最近、あ、でも今日ね、アイシャドウをね変えたんです。ちょっとめっちゃ光飛ばしてるからさ、ちょっとあれかも、わかんないかもしれないけどね、今日はアイシャドウ新しいやつを使ってやる。待って、今何時、あ、危ない、ヘメあと1分だった。そうそう、あ、そうなんです、アイシャドウもね新しいの使ってるんです。だから漏れててほしいなっていう。あとね、ネイルもね、新しいやつっていうか、まあセルフネイルなんですけど、あ、なんか待って、結婚しましたみたいになっちゃった。結婚しました。あ、そう、なんかね、こんな感じ。チューリップ、ちょ、見え、コンセント見えてる、恥ずかしい。あの配信ありがとうございました。待って、かわいい、ありがとうございます。あのあ、これね、聞いて、これね、ママがねインスタで見つけてママがね、これやってって言われて、そう、やった、ママの代わりに。あ、おやすみなさい。あ、かわいい、ありがとうございます。 TikTok をね、さっき必死に撮ってたので、ぜひあの、もし上がった際にはぜひ全力でいいねとコメントを全力でお願いします。おやすみなさい、バイバーイ、いいね見てね。